ライアン・アンソニー・クレスコは MLB の元選手。ポジションは左翼種、一塁種。アメリカ合衆国カリフォルニア州ウェストミンスター出身。1989年の MLB ドラフトでアトランタブレーブスから5巡目に指名を受け入団。1992年9月12日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビュー。1994年は開幕からメジャーに定着。 ストライキでシーズンが打ち切られたが、打率278.17本塁打47打点、オプス907を記録し、ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では3位に入った。1995年は開幕から不振が続いたが、6月6日のシカゴ・カブス戦で2本塁打6打点を記録するなど、一気に調子を上げ、前半戦で打率352超打率。 641オプス1.069の高成績。後半戦で15本塁打を記録し、規定打席不足ながら打率。310.23本塁打、70打点、出塁率。396、超打率。608オプス1.004の大活躍で、チームの地区優勝に貢献。2003年は、主砲のフィル・ネビンが、開幕から肩の故障で、 長期離脱を余儀なくされた。そんな中、マークロレッタやピッツバーグパイレッツからトレード移籍してきたブライアン・ジャイルズらと共に主軸打者としてチーム唯一の20発クリアとなる21本類が67打点をマークし存在感を示した。2004年は投手有利な新本拠地ペトコパークが会場し、これまで3類を守ってきたネビンが完全に1類に、 コンバートされた影響で、不慣れな左翼を守ることとなった。そんな影響からか、11年ぶりに2桁本塁打に届かず、中軸としては物足りない成績であった。2005年も、ほぼ左翼手としてプレーしたが、手法で瓶の放出やロレッタの怪我による、長期離脱、ジャイルズや、ショーンバローズの不振などもあった。そんな中、チームトップの18本塁打をマークし、 投手有利な球場を本拠地とするパワーレスな打線の中軸打者として地区優勝したチームを牽引。その一方、守備ではミスが目立ち、左腕の先発投手の際にはスタメンを外された。また、5月に7本塁打を放ち、6月に打率。302をマークしていたものの、首と背中を痛めて、急失速するなど、不満の残るシーズンでもあった。2006年は、 肩の故障のため、シーズンの大半を棒に振った。復帰後は、エイドリアン・ゴンザレスの台頭もあり、守備にはつかず、すべて代打としての出場であった。同年オフに FA となり、サンフランシスコジャイアンツに移籍。2007年は、右打ちのリッチ、オーリリアと共に、主にタイミニ投手用の一類手として、プラトン起用された。ありがとうございます。